今回僕は自分の体にアルミホイルをぐるぐる巻きにして、体から何かが発信されているのであればそれを全部封じ込めると、うん、じゃあ出てください。はい、倒れて、はい、これでいいじゃん、うん、あでもうちょっとかけよう、ちょっとな足してもらっていいですか、顔面が出ちゃうんで、うん、でもそれ隠しておけばね大丈夫じゃん、ね、確かにこいつ本来だね、ここが一番出てるから。全国8億人の暇人の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。私東海洋の虫眼鏡と申します。さあ相も変わらず自宅待機生活をしている虫眼鏡ではありますが、なんとしあさってから自宅待機が解除される見込みです。よかったよかった。それじゃあちょっと箸の方はないんですか。ないんですか。出てくれってことか。どうした。え、なに、美味しそうじゃん、喜んでもっと美味しそうだけど、うん、誰ですか、これ夢盛に寄せたの。私です、私です。これこの間僕がね、彼女がご飯作ってくれた時にね、箸用意されてなかったんですよ。で僕はちょっとふざけてね、干してくれってことかよってくそーってやろうとしたら、なんかそういうお旦那最低っていうネットの記事見せられました。しかも大事なとこ間違えた。今箸で食えってことか。そういうボケ言ったんだよ。そうすいません、虫になっちゃった。疲れちゃう。うまい。普通にうまい。え、そんなことある。まずいことないでしょ。まずいことないんだから今。いろいろ逆に言う人に。なんで言い間違えたの。嬉しいさ。東海オンエアあるあるね、映像を作ってあるある、はい、結構カメラ外でもふざけてるもんね、特にそうこことかね。いやまあ、ね、でもここはねあるあるなことないよ、うん、いやあるだろ、あるよね。初めてでも話したんだけど、はい、これに関して、うん、飲み行くときに、まあ、いろいろあるんですよ。もっとポップなものですけどね、僕らは。はい、こっちの人たちもあるある。ダメ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 。あ、これあるあるだけど、俺はあるあるだけど、あの、なくそうとしてるから。あ、もうね、ここには俺は確かなアクリル板を感じてるよ。気持ちのあるけどね。皆さんおはようございます、ひろゆです。あ、もう私服の。おはようございます、おはようございます、おはようございます。誰誰。はぁ、あ、すらすらしい朝ですね。おはよう、これだよ。死ぬやん、乗ってるゲーム。死ぬやん、全員死ぬ。はぁ、あ、すらすらしい朝ですね。おはようございます、おはようございます、虫眼鏡です。虫眼鏡大です。虫眼鏡です。大です。虫眼鏡大です。変わらんのかい。今までだったら元教員である虫さんにどれが一番小学生に受けそうかとかね、聞いたりとかやると思うんですけど、今回ですねちょっと一歩進化しまして、実際に学校で今回僕らが紹介したやつをやってもらって、どれがどう盛り上がったのかを点数と細かく評価をつけてきてもらって、マジで、すごいね。それを今後全面的に押していこう。なるほどね。じゃあ僕の元教員ブランドってもう用済み。現地調査されちゃったね。現役の知り合いができちゃったんで、まあ無限にはないですからね。もう君はメガネです。今僕元教員のメガネなんだよ。はい、えっ、いけー、お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 いけー、めっちゃ惜しいじゃん。いやね、惜しい。じゃあ今ね、さっきよりもやばい、ちょっと記憶が。さっきよりもこの方はあった。Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Megane君. Happy birthday to you. おめでとう、Megane君。今日は10月1日メガネの日、メガネ君の誕生日ということでケーキを買ってまいりました。マジメガネ。おとつい、はい、あ、おとつい伊沢君っていう人の誕生日だったらしいけど、じゃあそういうどうでもいい話、今他人の話はいいから。